ヒロだ。君の名前を教えてくれ。僕は N700S 新幹線、東海道、山陽新幹線を走っているよ。N700S の S は、英語で、最高の、究極の、などを意味するスプリームの頭文字から取ったものだよ。先頭車両のデザインは、N700K、N700A の、エアロダブルウィング型を進化させ、左右両サイドにエッジを立てた、デュアル、スプリーム、ウィング型とした。よくわからないな。空を飛べるのかい？飛べない。ところで、なぜ君の顔はテカっているんだい？油症だからさ。はい、お土産、名古屋の味噌カツだよ。ありがとう、うまいな。ナッポフォード駅へ行かなくては。僕は N700A 新幹線、東海道、山陽新幹線を走っているよ。やあ、N700S、調子はどう？いいよ。あなたは N700A が進化した列車なの？そう。違いは何？ここ。パンタグラフがないのに、どうやって走るの？炭酸、乾電池で動くよ。へえ、そうなんだ。ねえ、競争しようよ。よし、望むところだ。N700S 対列車、どっちが速いか競争だ。ははー、鉄道の英雄と呼ばれていたんだ。あれ？あらら。遅かった。初動整備工場へ行かなくては。
里が恋しいな。登録お願いします。Thanks for watching. Please subscribe.